この前あの有吉さんがイベントで、ええ、なんか最近寂しいみたいな、上島さんも誘ってくんないみたいな話があったんですが、違います、もう関係は冷めきっちゃったんですか。いや、そんなことないですよ。忙しいから向こうは何回も電話入れても帰ってこない辛い思いをしたことがありますか。もうできないですよみたいな。よし、じゃあ今日あたり誘ってみるかな。ええ、どこ行きます。そうね、やっぱり俺の心のふるさと中野に戻って。そこダイバーシティでいいじゃないですか。あ、ダイバーシティで。遅いよ。もうこの仕事のできなさがね、またリュウちゃんの良さじゃないですか。違う、急にそんなこと言うから。